皆さんこんにちは、わらび1号です。皆さんこんにちは、わらび2号です。今日のエキロマンは奈良県天理市にあります JR 一ノ本駅です。へえ、一ノ本駅って読むんだ。そうね、この駅も難読駅の常連さんですね。3駅連続で難読駅だね。この万葉まほろば線は他にも難読駅がありますので楽しみですね。すごい。ねえねえ、この朝に1本だけある快速ってこの駅通過するんだろうね。快速といっても王子駅より先からが快速ですから、万葉まほろば線は全駅停車しますよ。なんだ、まだ通過する電車に出会ったことないね。そういえばないですね。この駅もやっぱり入場券売ってないね。今日も京畑駅と同じ方法で入らせてもらいましょう。おお、早く目尻の赤いお顔ちゃんに会いたいね。そんなに焦らなくてもすぐに会えますよ。なんだ冷静だな。列車が参ります。高田方面から万葉まほろば線来ました。きょ、今日も素敵ね。おっと、冷静を装ってただけか。当然です。おお、愛しのお顔ちゃん。おい、編集スタッフ、やっと目尻の赤いお顔ちゃんに会えたのに、なんでここで枕木なんだ。コンクリートと木の枕木、両方見れるなんてお得ね。わあ、それは、うん。おお、鹿さんがいた。天理市になったら会えなくなるかもって心配してたもんね。奈良県、ありがとう。万葉まほろば線でしょ。どっちもありがとう。だんだん分かってきたぞ。これは古戦郷に行くパターンだな。ほら、2号、天才。すごく年季の入った古戦郷ですね。1号、先に行って。あらあら、急にどうしたのかしら。何も心配ないですよ。大切な橋なんですから、2号、足をどんどんしないで。そっとだね。それでは、JR 一ノ本駅の情報を見てみましょう。1日の平均乗車人員は650人から700人くらいの駅のようですね。この駅も終日無人駅のようです。ずっと無人駅が続くね。短い線のこんな近くにあった。こんなによく見えるの初めてですね。おお、動いた。準備完了、電車が来ます。方面から万葉まほろば線入ってきました。到着です。も会えたでしょ。さっきのは会ったうちに入らないぞ。そうね、すぐに枕木になったわね。編集スタッフ、許さんぞ。高田まで行ってらっしゃい。左にも矢印あった。お隣の帯時計機にもありましたね。今日もついてってみよう。2号にも言わせて。準備完了、電車が来ます。高田方面から来ました。1号はこの電車のどこが好き？ちょっと電車に集中しましょ。最近おしゃべりしすぎだもんね。
使われているようですね。なかなかいとおかしですな。あら、急にどうしたの？なんか、古の万葉の時代を感じてしまった。さては、知ってるそれらしい言葉を並べたな。バレてた。この駅舎は、明治31年、1898年に建てられた駅の開業時からの木造駅舎のようですね。歴史ある駅舎ですけど、万葉の時代にはまだ建築されてるはずないですね。うぬぬぬぬ。でんでん電車が来ます。奈良方面から来ました。この葉っぱから出てくる感じ、草津線の江南駅の時に似てますね。草の中から現れる草色の草津線で2号が行った時ね。よく覚えてたわね。2号はもう忘れてると思ってた。忘れるわけないぞ。あのあと半分ずつしようねってジュース1本だけ買ったのに、1号の方がいっぱい飲んだ。そんなことで覚えてたのね。飲み物の恨みは怖いわ。絶対に忘れないんだから。ほら、今日のお母ちゃん最後になりますよ。おお、お顔ちゃん、かわいいぞ。よかった、もう忘れてる。到着。かわいいから、いつまでも見ていられるね。JR 一の本駅、素敵な駅でしたね。JR 一の本駅、ありがとう。今日も最後まで見てくれてありがとう。また次の駅でお会いしましょう。じゃあね。